こんにちは、ミスターアイムさん。今回はですね、ザイグル、アブリン、あれをね、お得に買えてよかったなと思っております。今回はね、映画の紹介をまたさせていただこうかと思います。いずれもですね、これはヤフーではなくて、アマゾンですね、アマゾンプライムの方で、拝見できるんですけども、視聴できるんですけども、一つはですね、東京難民という作品です。これ実はね、ずっと無料だったんですけども、今日今見てみたら300円になってたんですよ。この東京難民っていうのは、主人公がね、大学生の主人公がちょっとした弾みでホストクラブに大借金を作ることになって、でそのホストクラブで働いて返すっていうところからストーリーは始まっていくんですけども、見る間にね、転落していって、そして最後はホームレス同然になって、それでも新しい人生に希望を見出していくかどうかなっていうところでストーリーは終わるんですけども、まあこれがね、引き込まれるような、展開で、きっとミスター M さんも昔を振り返ってね、あ、俺こんなだったかなと想像するかもしれませんね。私もホームレスを2年間やった立場として共感できる点があったり、もしかしたら自分もこうなっていたかもなと感じることがあります。そして2つ目の作品なんですけども、これは Amazon プライムで、無料で視聴することができるようです。借金ってどんな人にも多分あると思うんですよ、思い出が。で、今回はですね、実話とそれを上手に再現した闇金ドックスのシリーズパート5になってるんですけども、何と言いますかね、京都府で、無理心中があったんですよね。50歳の男性が認知症にかかった母親を、何て言うんですかね、ちょっと痛ましい事件でございました。それで、お母さんは亡くなってしまったんですけども、自分だけ生き残っちゃったんですよね。で、裁判で、あなたが罰せられることをお母さんは望んでいないよと、だから今度はこれからはお母さんのためにもしっかりと生きてくださいということで、なんとね、身内殺人なのに執行猶予がついたというふうな、温情裁判だったんですよね。ただこの後日談、実話なんですけども、この実話の後日談はやっぱりその男性は、亡くなってしまったということらしいですね。その後もね、やっぱり50過ぎてね、なかなか人生立て直すの難しいですよ。これは国策の不備だとしか言いようがありません。特にロスジェネ世代と言われる私たちの世代ね、転落したり一旦社会の枠組みに入るのが遅れたら、もう取り戻せない時代だと思うんですよね。非常に難しいと。で、新しいテクノロジーに飛び込もうと思ってもなかなか難しいじゃないですか。それをね、今ね、 YouTube を通じて我々はやろうとしてるわけなんですけども、それを実写化した闇金ドックスというファンタジーというかね、これフィクションでございます。ただね、やっぱりね、実話を元にしたフィクションっていうのは、本当のことと、そうじゃないこと、創作が入り混じってるんですけども、なんか身につまされるものが多いですね。闇金ドックス5、最後は涙なしには語れないラストシーンになっていてね、こんな世の中じゃいけないなと思うばかりでございますけども、全体的なストーリーはね、コミカルに流れるところもあったり、見やすい展開になってるんじゃないかなと思います。ラストだけね、かなり身につまされるものがあります。そしてそうですね、3本目は、俺はブラック企業に勤めているけどもう限界かもしれないみたいなね、そんなストーリーだったんですけども、小池徹平くんのブラック企業で IT 企業に働いてる時のちょっと面白いストーリーですね。これもなんかね、身につまされるものがありますけども、サラリーマン生活が短かった私にはちょっと理解できないところがあるかなと思いながらも、もうね、3回も見てしまいました。やっぱ面白いですね、こういうのはね。面白いけど笑えないですね。笑っちゃうけど、だって紙一重ですからね。まさにね、今の時代を、そして今の世代を反映したヒット作3本かなと思いますんで、ご覧いただければと思います。それではそれぞれ URL リンクをつけておきますので、またご覧ください。URL リンクは、動画概要欄につけておきますね。それでは。